動画を撮って全国で審査してもらって、それで大会をするっていうことです。目標がインターハイに出るっていう目標だったので、それに向けてその高校生は頑張ってきたんですけど、やっぱりこの結果を受けて本当に信じられなかったですし、まだ現実受け止められてないんですけど、来年弟がコロナウイルスが収まって弟が出てくれれば、僕も見に行ってその弟が活躍している舞台を僕も見たいです。受かってる？それ日に日に受かってる。最初は、その全然アドバイスしてくれなくて、なんかいいんじゃないみたいな、そういう感じだったんですけど、でも最近はもう本当にちょっとミスがあったらもうすごい注意してくれるので、でもそれは自分でありがたくて、勝ってほしいっていうのもありました。続いて愛知県立竹豊高等学校。同じ方が続けて出てくると、私たちもちょっとこう見方が変わってきますね。そうですね。素早く四股立ちになれてよかったと思います。かなりスピード感を感じられます。充実した環境ではなかったんですけど、コロナ期間中に強くなってやろうと練習をしてました。よくこの状況で今の型まで持ってきたのはとてもすごいと思いました。あとはインターハイで最後残すだけだったんですけど、もう叶わなかったので、あとはもう弟に任します。